はい、フューチャーカードバディファイトのギガフューチャーですね、6パック開封していきます。で、お得パックこの間ね、付け忘れましたということで謝ってもらって、なんか2枚付けてもらいました。前回付けてもらえなかった分をゲオの店なんかカードで読み取ったらなんかわかるらしいです。ゲオのポンタカードで。はい、では6パック開封していきましょう。ちょっとまだ起きたばっかなんですけど、はい、狙いはね、とりあえず、まあ、いいカード来てほしいですね。ああ、まだあれ、うん。ドラムのやつもまだ、全然。なんか、デッカードラムだったっけかな、バディレアが。バディレアもちょっと欲しいけど、多分当たんないと思う、では。お、無限ロボマセマティックですね。はい。こちらはガチレアなんですけど、はい。ガチレアの光り方はね、今の方がいいですね。昔より。はい、チャンピオンロード、チャンピオンロードって一応こっちにもあるのか。キャンペーン、普通にサイズ3で強いね。こっちの方が6000防御あるからな。あいつ打撃5だけど、こっちの方が強いんじゃないか、もしかして。防御6000あれば結構跳ね返せるから、連携しないと崩せないと思うし。タダカツ、はい、カルテット、お、バーニングフォールが超勝ち。もう結構持ってますね、バーニングフォールは。はい、忘れました、何パック目だっけかな。はい、スリザス、デッカードラム、あ、これ普通のあれですね、バディボリスの。5パック目、ドラゴバーストカードサーペント。ああ、これ結構強いっすね。強いっていうか、まあ持ってた方がいいです。という夢を見たのさ、いいですね。はい、ラスト、シールドアーム、スリザス、これ結構強いんで、まあ当ててみてください。あ、来た、ドラムザフューチャー、やった、狙いの1枚が来ました。今回当たりでしたね。はい。究極レアみたいな光り方のドラムザフューチャーと、あとちょいガチレアっぽいけど究極っぽい、バーニングホールと、マセ、マティックでした。はい。今回2枚目のドラムザフューチャーが来てくれました。超嬉しいっすね。はい。では、キャンペーンカードを3枚を開けていきましょう。まあ、この動画で全部開けちゃいます。あ、いいですね。ベルセウスです。はい。2パック目。ヘビーインパクトドラゴン。3パック目。お、究極じゃなくて、究極じゃない。フューチャーフォース版タスクですね。はい、今回結構、なんか、結果良すぎましたね。はい、ちょっとなんか不安になるような結果が良すぎたんで、まあちょっとなんかやばそうなんですけど、まあ、うん。今回いいカードが3枚出たんで、まあ1枚めっちゃいいカード出たんで、こいつがね。出たんで、もう満足です、今日は。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。また見てください。